森の獣道、獣道、獣道とは、山野において獣が通る道。大型の哺乳類が日常的に使用している経路のことである。森林内に人が作った林道や山道などを他の動物が利用することも多い。大型哺乳類は闇雲に森林内を行き来するのではなく、それなりにコースを決めて移動する。動物は、 それぞれの習性によって、餌を取る場所や水を飲む場所などが決まっている。障害物が少なく移動しやすい経路がある一方で、逆に移動しにくい場所、移動経路として向かない場所もあるからである。前者は、動物が通るたびに地面が多少とも踏み固められて、動物ごとに、熊の通り道やイノシシの通り道など、いつも通る決まった道を総称した、獣道となる。低木の小枝は折られ、 足元の下草は食われて、短くなったり、踏みつけられて、枯れたりするので、獣道は、肉眼でも見つけられる。さらに、大型哺乳類の体表に種子を付着させたり、果実を食べさせて、中にある種子を運ばせたりする戦略をとっている、植物や、踏まれることに強い構造を持った植物などが、獣道沿いに分布を広げているケースもある。 動物が食べた果実の種子が運ばれて発芽した場合、獣道沿いに餌場ができるので、ますます経路が固定化するとの指摘もある。日本カモシカの群れなお、人間が作った林道を他の動物が利用することもあるように使用する道が一致する場合もある。しかし、動物の種類によって使用する道が一致しない場合もある。獣道は全くのやぶより人間にとって歩きやすいが、 野生動物の餌場、ネグラと人間の目的地は異なる。このため遠方への見通しが効かない登山や山歩きでは、獣道を登山道と誤認すると遭難する危険がある。特に、日本カモシカの獣道は往々にして、断崖絶壁に向かい、人には通りにくいので、カモシカの道はたどるなと言われる。人が作る道路のルーツをたどれば、それが、獣道だと言われる。つまり、 自然発生的にできた人が踏み固めることでできるルートが人の作った獣道であり、それに手を加えられて歩きやすく幅広く作られて道となり、さらに改良されて道路となった。太古の人間は動物が作った獣道をたどれば歩きやすくて獲物となる動物を見つけやすいと考え、獣道をたどって歩くようになり、やがて人間が歩くための道路が作られていったとも。 考えられている。これとは反対に、かつては整備された交通の往来が活発な道路が、別ルートの開拓や集落の廃村化によって人がほとんど通らなくなり、結果的に獣道化する古道や理道も存在する。例えば、熊野古道や高野山の古道など、人が歩くために3階を越えて形成された道の場合、道はほぼ尾根筋をたどり、 特に高いピークは山腹に回って向こう側の尾根に抜ける。これに対して自動車道を作る場合、より低い山腹をゆっくりと上り降りするコースを取るから、両者は全く異なるコースとなる。共通するのは尾根を越える場合にその低くなったところを通るくらいなので、そういうところで鼓動を車道が分断することになる。人間が歩くためだけに使う獣道は、 なだらかでなめらかな場合もあるが、傾斜地では階段を区切る場合もある。なお、人間が通ることでできた獣道は、他の動物にとっても道となりうる。近年では、山奥まで人間の手によって自動車道が作られ、人が住むようになった。野生動物の生息数も少なくなった上、道を外れて山奥を人が歩くことがほとんどないため、 獣道を目にする機会は少なくなったと言われる。人間が動物の通り道となる場所を横切って道路を作ったために動物が自動車道路を横切って引かれる場合も発生している。このため道路を建設する際、野生動物が安全に通れるトンネルを道路下に掘ったり、リスやムササビといった木の枝で暮らす動物が渡れるように道路上に歩道橋のような構造物を作ったりして、 人口の獣道が作られるようになってきている。一般人の平穏な生活とは違う人生や生き方の比喩として使われることもある。松本清張の著書、獣道などが例である。ありがとうございます。